んばんは。まあ、今回も始まりましたラジガゼ。おい、今回はガゼットのボーカルのルキとドラムのカイで、お送りしていきます。はい、お願いします。今週はこの B 型コンビというわけで、 B 型コンビ、はい、ついに来ましたよ。ついに来ました、うちの大黒柱。お待たせしました。感想は、まあ、あのちょっと楽しみではあったんですけど、ね、なるほど。まあ、前回ルキ、レーター、ウルハ、オイの、ラジオを聞いて、俺がどこまでいけるのかっていうね、俺の話題も結構いろいろ出させてもらってるんで、毎回しょっちゅう出るからね、答えていこうかと思うんですけど、まあまあ面白おかしく、はい、今回もやれればいいかなと思いますので、お願いします。はい、はい、でですね、はい、我々ガゼットはですね、今サンフランシスコにおります、うん、います。ですね、気温は何度ですかね。暑いですよ、かなり。まあカラッとしてて、カラッとしてますよ、いい感じです。だけど、がですね、今日の会場なんですが、それ、まあ、楽屋がないんですよ。楽屋が狭い。ないというか狭い。なんつうんだろう、こう、捕まったみたいな感じ。うん。この中にどうやって5人入るんだっていうような場所ですけど。なので、残念ながら会場の外を、外で、道端でやっております。はい、ちょっとね、音楽流してるおじさんとかがこう横を切るかもしれませんが、そうですね、まあ、まあ、それはね、あれなんですか、権利的に大丈夫なんですか。ね、楽しくやっていきましょうよ、はい、それも含めて、はい、お願いします、お願いします。というわけでですね、はい、この番組ではですね、毎月日常においての疑問をテーマに掲げ、うん、一緒に考えていく番組でございます、はい、よく言いました。今日の疑問テーマは、海外、はい、はい、ガゾットへの質問ではなく、バンドに関する一般的な疑問、質問を募集しております。はい、これ毎回あれなんですよ、うん、海外とか、うん、前回バンドだったんです、テーマが、はいはいはい、バンドだったんですけど、うん、ウキレータの時、うん、あとね、はいはいはい、俺の時もそうだし、レータの時もそうだし、そう、はいはい、ウルハオイの時もそうだったんだけど、うんうん、バンドのテーマだったんですよ、うん、でも基本バンドのテーマにあんまり沿ってない感じですね、俺とレータは特に。そうだね、あいつ外していくんですね。このテーマ以外 の、よくわからない質問っていうのが得てして、そうだ、ね、話が広がりやすいので、うん、フックになるかもしれないですね。そうです、そうです、お願いします。ちょこちょここのテーマを入れていくっていう、外して、ね、外していってほしいな、はい、なと思います。これだん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 視聴率が下がってるっていう噂なんですか。いや、ひどい、俺初だから、ね、頼むよ。ぜひこれ聞いてください、皆さん、はい、ぜひ。ツイッターでもね、今カイ君がついにラジオに出たと。ラジオ初出演ですか。初出演ですよ。そうですね、初出演、皆さんぜひ聞いてください。お願いします。ですね、そんな、質問とか疑問とか、うん、こういうテーマをですね、うん、募集しております、うん、送り先は、うん、メールです。ラジガゼアットインター FM.jp、うん、ラジガゼアットマークインター FM.jp、うん、ツイッターはですね、ハッシュタグしてもらって、うん、ラジガゼ897、うん、シャープラジガゼ897、うん、はい、これでハッシュタグついておりますので、はい、ラジガゼはカタカナでつぶやいてください。カタカナ、みんな間違えてる人あんまりいないと思います。はい、ぜひお願いします。はい、というわけでいきなり質問を読んでいきたいと思います。質問いっちゃいます。いっちゃいます。いっちゃいますか。これレータ君、これやばいですよ。はいはい、ここの枠5分で終わらせてもらえたらですね、延々と15分ぐらいやりましょう。行こう、もう行っちゃおう。はい、行きます。じゃあ一つ質問読みますか。はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ読みます。行きます。はい、ルキさん、カイさん、こんにちは。ワールドツアーお疲れ様です。楽しみにしていた B 型コンビということで質問です。はい、私も B 型なのですが、うん、B 型をディスられることが多いのが悩みですと。はいはい、ルキさんとカイさんのそれぞれお互いがやっぱり B 型だよなと感じる、行動や仕草などありますかと。でも確かに B 型はなぜかディスられるイメージあるね。そうですね、特に A 型に。あ、俺先代 A 型。俺この前ですね、いろんなことを考えてて、結果、うん、多分ほら B 型の扱い方とか、うん、A 型の扱い方って本あるじゃない、うん、ある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 、あれって、うん、多分 A 型書いてる。わかる。なんかね、あれちょっとあの本の中でも B 型ってちょっと、うん、変なんだ、ディスられてる、扱い方がディスられてる。なんか明らかに B 型っていうのがワードが出てきた時点で、なんかもうこれに関しては触れないでおこうみたいな感じになってくるんですけど、あります。なんかあります、 B 型って。そうだな、いや、基本的には B 型で良かったなって思うことの方が多いんだけど、うん、時々ね、あ、これ良くないなって思うのが、うん、
自分の中で話が完結しちゃってて、うん、相手に伝えるときに途中から始まっちゃうんだよね。なんかで、それはね、で、話すと、例えば、レイダとかが、え、何の話だと。まあ、まず何の話か主語を言えっていうふうに言われるんだけど、あ、それは確かに良くないなっていうのはある。なんかこう、まっすぐになっちゃうんだろうね。あるある。うん。そういう B 型の癖っていうのは多分あると思う。それちょっと直したい。それ一概に B 型って言ってもらった。いや、お前もだってそうだもん。いや、俺もそう。あ、あるある。うん、よく言われるんですよ。だから逆に、その誰かから、その、え、どういうこととか聞かれるのが、と、イライラするわけ。で、なんでわかんねえのこの感じで、みたいな。ありますよね。あるある。だけどね、やっぱ。でも、勘違いしないように欲しいのが、うん、B 型同士だからって理解し合えるかって言ったら別に理解できないから。できない。それはとにかく、こいつ何言ってんのかな。お前、ルキのよくあるところは、うん、こう、相手にね、話をしてて、で、レータがちょっとふっとこう、そっぽを向くと、いきなり俺に振ってきたりとかするわけよ、その話を。いや、途中まで話聞いてないから、みたいな。あるある。言うと、ね、それはだってあれでしょ、だから。誰に話していいか分かんなくなっちゃってるから。分かんなくなっちゃってるね。だから、そういう時ある。そういうのはありますけど、うん、なんですかね、これ、B、やっぱり B 型だよな、と感じる。あ、自分で感じるほど自分で感じるとこう、熱しやすく冷めやすいっていうのはやっぱり、ありますね。そうかもしれない。しかも熱してる途中で冷めるから、なんか、あ、じゃあ例えばさ、どっか行きたいとするじゃん。じゃあどっか、じゃあ海外に行って、じゃあどっかあそこ行こうぜってなった時に、途中で冷めない。行ってる途中でってこと、ああ、俺結構行きたいタイプだから、そんなことないかもしれないけど。なんか行ってたよね、昨日。いや、昨日も、ゴールデンゲートブリッジの方行ってきましたよ、観光で。そう。カイ君の B 型と俺の B 型は全然違うんだよね。違うんだよね。違うんだよ。全然違うんだよ。全然違う。俺そういう、なんか、なんつうの、そういう街の風景とか、その、なんつうの、なんですか、この、国が持つ、こうさ、重要文化財的なやつは、興味ないんですよ。いや、別に俺もね、そんなに言うほど興味があるかって言ったら別に興味はないけども、カッコつけ。いやまあまあ、それ8割。いや、まあ、なんつうのかな、こう、せっかく来たんだから空気感味わいたいっていうぐらいかな。ああ、なるほどね。別にそこじゃなくてもいいわけよ。うん、ブラブラするだけでもいいんだけど。うん、で、彼インスタ中なんでね。今めちゃくちゃハマっちゃってるんだけど、多分インスタに載せようと思って、多分行ったんだと思う。まあ、それ 9.5 割ぐらい。多分そんなカイ君のあれが見れるんじゃないでしょうか。今日は彼の本当のドス黒い部分が。いろいろ言われますからね。そうですね。はい、まあ、こんな感じでお送りするわけなんですが、はい、先日我々はですね、うん、日本でいうところの4月の20、何日でしたっけ？そうですよ。4月27日。ですね。はい。はい、リリースしましたね。アンダイング。皆さん聞いていると思われるんですが、はい、どうでしたでしょうか？うん。どうでしたか？帰ってこないからね、これは。そうだな。いや、いろいろ感想はやっぱ送られてくる。感想はいろいろ送られてくるんだけども、うん、そうだな。まあ、みんなありきたりかな。答えが。これ今やっぱ B 型のドスグレーム出たでしょ、今。出たね。もうちょっと変わったね。うん、変わったこう答えが欲しいなと思って。いや、俺はでもすごい十分な。ありがたい。感想しかいただいてないですよ、ね。ごめん。謝っとくよ。いや、でも。調子乗った。難しいですね、この曲やっぱライブでやってて。いやー、すごい難しい。実際ライブでやると。うん。だからすごい自分のスキルアップには。いいんじゃないでしょうかと思います、やっぱり。展開力はあるしね。もう海外で何本か、代々木の1回と、海外で毎回やってるんですけど、アンダイング。うん。まあ、日本に帰るまでには。うん。あ、でも、だいぶ空気感は分かってきて、この曲の空気感というか、こう、自分たちの。あ、そうですね。うん、だんだん慣れてきてるんで、うん、日本に帰った時には、いいもの見せれるんじゃないかなと、うん。間違いないです。思っております。はい。はい。なので、まず今回は、これを曲を聴いてください。は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 い、ガゼットでアンダイング。はい、聴いていただいた曲はガゼットで、アンダイングです。でした。はい。はい。どうも。今夜はルキとカイで。はい、カイで。お送りします。はい。自己紹介。はい。カイです。はい。いやー、この天候もいいからですね。今ちょっとビールでも飲んでね。あ、いいね。いいね、あ、マウンテンデューだマウンテンデューだった。僕はカナダドライですけど。
どうですか？お前のそのテンション感は何なの？いやもうどういうテンション感だ？これいつもこんなだよね。どういうテンション感ですか？まあでも、もうアメリカ入って何本だ？3本、4本、うん、4本目ぐらいですかね。まあまあ念願ってこともあり、まあ結構いい空気感でこのツアー回れてますよね、うん、非常に、南米も含めてですけど、はい、そういうことじゃなくてあのね、このラジオあまり基本的に真面目なことがあって禁止ね。わかったわかった、質問いっちゃおうか。もういやだから何本目ですか今。今は、まず初めがまずメキシコからメキシコ始まりまして、うん、でちょっと残念ながらアルゼンチン行けなくて、そうですね、ヒューストンをトランジットで使ったばっかりに、あそこでめちゃくちゃ滞在しないといけないかったんです。誰のせいか後で問いただそうかな。なんでヒューストンに俺をさ、はい、でまあアルゼンチンがなくなってしまったんですけど、なったんですか、はい、その後ブラジル、はい、でからのダラスですね、ダラス行きました。でその後カナダのトロント行きましたね。でまあニューヨーク、そうだ、はい、プレイステーションシアター行ってきまして、はい、で本日、サンフランシスコ6本目か6本目だいわゆる、そうですね、うん、なんですが、うん、いやもう疲れましたね。いや非常にホームシックになっております。日本に対しても早く帰りたい、うん、っていう気持ちと、うん、ライブになるとやっぱこれだなっていう気持ちと、そうなんですよね、まあ、両方、まあ、ちょうどいいところかな今。まあ、ライブはねやってるとですね、うん、こう気分がねいいんですけどね、うん、やっぱ移動がですよ、移動が今日なんて、うん、この後夜走りだからね。そう夜走りで今サンフランシスコなんですけど、ここからロサンゼルスはですね、別に寝台でもないバスでですね、そう、はい、8時間っていうこの水曜どうでしょうじゃないか、そう、座席が90度ぐらいのこうね、うん、きついバスで僕は言ったんですよ、アニカが行く前に言ってた、覚えてる、覚えてます、まあ、そんな大丈夫じゃないかなと思ったけど、絶対やめとがいいよあ、大丈夫です、クッション買いました。ほらね、ほらそういうレベルじゃないんだよ、こういう問題じゃない、これで分かった、誰を責めていいかそう、誰を責めればいいかが分かる。その流れでですね、質問いきます。はいはい、こんばんは。こんばんは。リングネームゆうさん、はい、本当にリーダー手当は出るんでしょうか。あここでぶっこんでくんだ。これでもすごい長いネタですよね。なんかよく言われるわ、うん、何かあるために手当が出てるんだ、手当が出てるやつどうなんですか。いやね、まあ、ぶっちゃけ正しい、うん、なんだろうな、お金では買えられないものをもらってまいりますよ。ん、何いやいやいや、こうね、バンドにいろいろこうね携わらせてもらえることによって、うん、お金、いやお金は正直ほらね、ここはもうあんまり言っちゃいけないとこだと思うから、怖い冗談で振ったのにマジトーンで帰ってきました。もらってないですこれ今ツイッターで今みんな書いてくださいね。だからそれをきれいにまとめようと思って今俺言ったんじゃん。知らないですけど、メンバーが知らないとこで収入が違う人がいます。怖い一緒ですよ、みんな一緒です。確定申告の髪の色違う。怖いですね。一緒ですよ、一緒。これでも皆さん知らないと思うんですけど、うん、どういう経歴からリーダーということになったのか。いや、知ってんじゃないもん。知ってるのかな。知ってるよ。いや、知らない人もいますから。ああ、そう、うん。うん。最近この話題出てないですから。ああ、そうか。確かにそうだな。まあね、あれですか、TS カンパニーに入った時にね、こういろいろ話をしてて、まあ誰かこう。マネージャーとさっとこう連絡取れる誰かリーダーみたいなやついないのかみたいな話になって、うん、まあそこで俺が、じゃあ俺やるわって言って手挙げたのがそれがきっかけ、うん、それだけ、はい、うん、なんかリーダーみたいなことやってんのかじゃんって言われると、うん、別にやってない、そうですよね、うん、そんなリーダー、いやいやいや、世間一般的なリーダーって、うん、多分もっとこう リーダーシップ取って、うん、もっとこうバンドのこうなんかこう進べき道だったりとか、まあ、そういうのをね決めたりする人なのかもしんないけども、基本だって打ち合わせ寝てますもんね。寝てます。なんだろうな、まあ、クレーム対応ですか。宣伝部長と都合のいい時にリーダーどうなのと言われるというあれです、うん、だからあと湘南組に関しては
どうです？いやどうなんだろうな。いや俺ね、そこ土地勘が分かってないから あんまりその突っ込んだことは言えないんだけど、うん、まあ違う。じゃもちろん湘南でいいんですよ、うん、彼らも、うんうん、いや別に彼らのことディスるわけではなくて、うん、湘南組っていうやつの中に、うん、俺も同じ地域なのに。なるほどね。あ、そういうことか、うん、そう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 、そういうことか。組っていうのはどういうことなんだと。いや向こうはほら昔からの仲だからじゃない。あ、だからその小学校中学校とかからの幼馴染だからそういうふうに言われるんだよ、うん、そう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 、あくまで、うん、だから入ってきて大丈夫だよ。だから今ファンやってる方ね、うん、で長い連日共にしてくれているファンの方には申し訳ありませんけど、あの彼ら湘南じゃないですか。湘南じゃない。湘南じゃないです。湘南ではない、そこだけはっきり、だから皆さんこれ間違えないようにこの情報は、はい、海君は、手当てをもらってて、あの二人は湘南ではない。怖いですよこれ。怖い怖い。ずっとこれ怖いよ。闇に葬られたぞ。アンダイングですからね。このアンダイングですから。はいはい、はい、次の質問いきましょう。次の質問。はい。俺言っていいですかじゃあ。はい。リングネーム青井さんが世界一好きさん、うん、じゃあそれ却下します。ルキさん、カイ君こんにちは、はい、海外ツアー満喫されてますか。私も、今度海外旅行に行く予定でこの間パスポートの写真を撮りましたと、はいはい、ただ真顔で撮ればいいと思ってたら少し微笑んだ感じで口角をもう少し上げましょうとか、うん、目をもっと開きましょうとカメラマンさんの気合がすごくて驚きました、うん、最終的に少し肌にツヤ出しておきますねと言われ素敵な写真に仕上がりました、うん、ちなみにパスポートセンターの、ビルに入っている写真屋さんで、うん、みんなこんな感じと言ってました、うん、お二人のパスポートの写真とか他のメンバーの写真とか、うん、どうですかと、見たことありますかみたいな、なんかあとなんかその写真がきっかけでなんか引っかかったりとか、なんか どんな感じみたいな、どうですか。どうだろう、俺らは撮ったのパスポートの写真はあれですよ、普通あの普通じゃ普通街中で撮ったのカメラで撮りましたけど、まあ、普通っちゃ普通だし、なんだっけ、まあそれなりにみんなで 見せ合って笑いもしましたけど、うん、あれだよね、ヘアメイクの山田のあの事件が一番いやあれだよね。あ、そう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 、女の人のあれは、ね、女の人特に気をつけた方がいいんじゃないかなって思う。あのヘアメイクを、あ、まあ分かんない人に説明しますとですね、うん、これ今のが B 型っぽい。今のが B 型っぽい。確かに確かに。分かる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 。俺も今自分で言ってて思った。急に急に急に言ってくるやん。急に山田って言われてもみたいなね。そう、あのヘアメイクの山田ですね、山田あさみさんというヘアメイクいるんですよ。担当アーティストはですね、カイさんと、まあレイタさんと、まあ時々アオイさんとやってるんですけど、その人はですね、あのパスポートですね、あいつ写真が漏れるんですよ。そう、非常にめちゃくちゃ漏れる。もうお前じゃねえだろっていう写真撮るから、みんなびっくりするぐらい漏れてるんですけど、そうそう、あいつ財布の中に入ってるからね、その時常に見せるようにね。で、それで、うん、いや入国、出国か、そう、あ、入国だ、入国審査の時にですね、どこだっけな、ね、しかもね、あのすっごい厳しいと言われてるロシアですよ。俺らがイベントでね、クバナでイベントでやる時に行ったあのロシアで、そのお前じゃないって言われたのね。これはお前じゃないと。そうで、何時間、なんだこう、トランジットしてたから、うん、もう ほぼ24時間ぐらいかけて、はいはいはい、こう飛行機乗ってね、彼女もかなりこうメイクとかも直せないね状態で、じゃあすっぴんだったあいつは。そう、もうすっぴんだったわけよ。はいはい、それでお前じゃないって言われて、まあ俺らも、うん、確かになと思うぐらい全然違う顔で連れてかれて、で山田町っていうね、俺らが今度もうどんぐらい待った、結構待ってね、結構1時間ぐらい待たされて、刺されて、うん、でまあ、うん、各所から怒られたんですよね。怒られましたよ。で、撮り直したと、うん、まあ撮り直した写真はね、もちろん、うん、まあ山田でしたね。やっぱヘアメイクってすごいなと思いますね。俺今服が逆だったことに気づいたな。なんかおかしいなと思った。そうだったんだ。なんかおかしいなと思った。はい、まあ今、はい、すみません、説明しますと、カイ君がパーカーを逆に着てたっていうですね。はい、これ B 型じゃないんですよ、これは。これ B 型じゃないです。違いますよ。見てください。でもそんなとこあんですね、そんな、そう、肌にツヤ感出しますとか言ってくれるところ、ね、逆にいいんじゃないと思うけど、あんまりやりすぎるとそういうことになるから、うん、まあ特に女性気をつけてくださいっていう、うん、
まあでも女の子ウルハのウルハウルハウルハのさウルハウルハのパスポート面白いんだよねどうなるわけいつもね瞳孔開いてる決まってねあいつのねパスポート瞳孔開いてるめちゃくちゃ目を開いてるからそうそこはね面白いんだよいや面白い、うん、まあねバンドを解散したらねちょっ と、ネットに流そうかなと思いますはい、次の質問はい、リングネームリリーさんはいどうも、ルキさんカイさんこんばんははいこんばんはこんばんはこんばんは2年ぶりの海外ツアーが、はい、スタートして、はい、早くも半月が経ちますが、はい、現時点での一番美味しかった現地ご飯、うん、あるいは衝撃的だったメニューは何でしたか、うんまた日本食を持参する方はいるのですかそうだな衝撃的、まあ、南米結構衝撃的言っちゃ衝撃的だったよねていうかもう実際今衝撃的今今このサンフランシスコの街中で撮ってるんですよね、うんうん、一人ぶっ飛んだぶっ飛んだからねこの今撮ってる場所に突っ込んできそうになったんで怖い怖いすごい何ですかねあれはハートコアの人ですかいやかなり、かなり怖い状況なんですが構わず行きたいと思いますはい、はいはいご飯ですよね、うん、ご飯そうだなまあ一つ残念なことは、うん、いきなし残念かあのね、はいはい、小賀マネージャーがね、はいはい、いろいろ持ってきたんだけども、はいはい、持ってきてるんだな、うん、ご飯とかもさすごいこういろいろね持ってきて、うんうんで、もう重そうにいつも持ってんのよ、はいはいねはい、それをね、誰も手つけないっていうさいやちょっとなかなか、なかなかないよねいやいや、今回びっくりした、みんなもっと日本食、日本食って、うんうん、僕はあのリレータイムが7年ぐらいあるんで前回のヨーロッパツアーからのあれでみんな日本食すげえ食うんだろうなと思って、うん、米でいうところの結構7、8キロ持ってきたわけですまあ、ところが誰も食べなくて意味もあんのいや逆にスタッフの人たちが食ってくれるから、うん、少しずつもスタッフの人にあげてあ一向に減らないからね重さが一向に減らないっていうやばかった来た時ほんとやばかわいそうにねなんかあったってでも日本食食いたいって別にいやならないかもならないそれがならないのよ今回なんでだろうなんだろうねいや逆になんか気使ってもらって、うん、こっちとかで、うん、日本食とか連れてってもらうじゃん、うんはいはいはい、だからその気遣いは、うん農産級どちらかといったら農産級で、うん、どっちかというとこの土地土地の美味しいものがいただければ我々幸せなんですけど幸せ幸せもうこっちの日本食って結構来てますからね来てる来てる、うん、あんまりねお米が欲しくないあ正直そうね、うん、あダメなんだね俺あのなんか長細い米好きなんだけどねあのパラパラしたやつそう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 まあそれチャーハンだけだよね限定ねなんか美味しかったのあったっけな美味しかったお前ハラペーニョ好きだよなハラペーニョですね。前はハラペーニョ。辛い辛いとか言いながら食ってたよ。あとワカモレ。あ、ワカモレね、アボカドと。俺アボカド食えないよ。えだからわかんないの、それ。B 型だよね。俺 B 型。B 型から関係ねえ。関係ないっす。まあ、それ、まあ、南米とかはね、うん、そういうのが美味しいんですけど。うん、なんか。でももう人によって好みが違いすぎるから、うん、一つの店で、みんながこの、なんか、ね、喜べるお店っていうのがなかなか今のとこない。他の人はいいんだけど、他の人がダメとか。ダメだよね。今回みんなであんまり食事っていうのがないんですよ。まあ結構。まあ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 、まあ。結構ホテルで過ごしちゃう人もいれば。それでも後半になるんですよ、ね、なるんで。なかなかね、みんなで一緒に食事っていうのがないんですよ。ないですね。うん、なんかね、なんつうのこう、なんでなくなっていくかっていうと、うん、みんなで行くと、誰かが決める人がいるじゃないですか。うんその決めてもらったやつがあんまりお気に召さなかったりとかねとかあんまり気分じゃなかったりとかあの多分今肉の気分じゃねえんだよなっていう時とかもあるじゃないですかだからだん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 こうみんな個人プレイ、ね、好きなものを食べて、うん、でも そこまでワールドワイドになってきてるわけですよ我々の行動力も確かにねそうそう行動力がね、うん、昔あっても出たくないとかあったからねホテルにもうレータなんて一人でバーってどっか行っちゃうからさね、うんそうだね、レイちゃん。なんかこの前、例えばニューヨークで、一人でハンバーガー食べながら歩いたよって言われたんですけど、怖いですね。怖い。いろんな意味でね。いろんな意味で。彼はアメリカがとても好きなので、すぐそういうことするんですよ。で、あいつは本当に方向音痴だから、そう。
あの札幌とかでも間違えるんですよ。相当去年行ったお店があるっていうのにそれすらも覚えてないんです。 それをね、うん、そうだって言い切っちゃうから彼はまた、あとあいつちょこちょこ嘘つくんちょこちょこ嘘つく本当に。だその多分ハンバーガー食ったっつっても嘘かもしれないそれすらね、うんうん、ニューヨークにすらいないかもしれない、うん、だからあとは何だろうな。あ、前半すごい言ってたよねルキが。何が？あの食べ物に関して。あ、そう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 、これもね、で言っとこうかなここで言っとけ言っとけ言っとけ。いや思うんですよ私は。皆さんね、これもね A 型と B 型で分かれます俺は、うん、まあ、メキシコも旅行に行ったことあるし、うんうん、あれだから、はい、絶対うまいものがあるのは分かってるんですよ、うん、はいはいはい、うん、ですけどことごとく何日かもいましたよね、うん、メキシコに、うん、いましたね。でほとんど美味しくなかったんですよ美味しくなかった美味しくなかった。だから俺は、うん、もうフライデーズに連れて行こうフライデーズについてきましたよ、うん、いやもうこんなセレクトはないと思ったので、うんうんうん、もう無難だと。フライデーズはもうどこに行ったってフライデーズは間違いないんです、うん、と、うん、だからもうフライデーズに早く連れて行こう、うんうん、って言ったから行ったでしょ、うん、どうでした。いやうまかった俺ね海外入って、うん、一番うまかったかもしれない。フライデーズが。マジで。いや、なんか安心感も確かにあるし。まあ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 。なんかね、こう見た感じのものと、こう想像してる、あるじゃん。こう、うん、自分が見た時に、あ、こういう味かなっていう。それ直接ドストライク来るから、結構ね、安心して食べれた。フライデーズ行くまでも、いや、うん、2時間おきぐらいかも。いや、だから思うんですよ。日本食を持ってきてるってことは、海外のご飯がダメ、うん、ダメだとか、口に合わないっていうのはもう分かってるから持ってきてるんでしょ、うん、7キロも、うん、7キロも持ってきてて思い思いしてるのに、うん、なぜ何も知らずにホッとした店に入ったんだと。でも誰を責めていいかもうね、うん、そうなんですよ分かりきてるんですけども、うん、はい、はい、それではですね次の曲なんですけど、はいはい、カイさんから、はい、おすすめの曲があるというんで、はい、なんか、はい、なんかこれにまつわる話で、お話あっさいあっさい話をお聞きください。いや別にまつわるも何もないんですけど、はい、まああの単純にこうね今ここどこかっていう、うん、西海岸だろっていうので選んだのがまあユーズド。ユーズドって西海岸ですか。いやなんかこの曲がね最悪だよ。曲あれユーズドというよりは曲リスナーさん込めました今の。天下のインターネットFM で、これがガゼットのリーダーですよ。でも近いところで言いますと、うん、うちらのあのプレイステーションシアターニューヨーク公演の、うん、前々日にユーズやってるんですよ。おお、そうなんだよ。それ見たかったんですけど、それを言いたかったんです。それを言ってくださいよ。ユーズドですから。ね、そう、そう前々日にやってるんですよ。ユーズドがフロムどこだかちょっとあれですけど。いいですね。それそういうことですね。そういうことです。そういうことです。で、ユーズドなんだと思ってたんですけど。そういうことで選んだんです。はい。よかったよ。ならよ。なら紹介してください。はい。それでは聞いてください。はい、今夜はルキとカイでお送りしてますラジガゼ、はい、サンフランシスコからお送りしております。まあこの撮影中にもいろいろバタンバタンうるさかったりとか変な人が歩いてきたりといろいろ危険な地帯ですが構わずいい感じに行きたいと思います。はい、おっとあの流しが来ましたね。流しが流し登場、登場ですよ。もうですね喫煙所とかも何もここしかないので、葵くんがいらっしゃいましたけど、どうぞ。どうもこんばんは。ギター片手に出てくるこんな状況なんですが、はい、あそういえば先日ですね質問でバンドでカイさんたちに答えてる質問がありました、うん、ということで、はい、お答えいただこうかなと思います。はいはい、でしょ。先日、うん、発表されたアンダイングのアーシャすごく良かったですと。はいはいはい、ところで皆さん今までで一番漏れてるイケてたアーシャは何ですかというのでですね、皆さんに答えてもらったんです。でちなみに言いますとレータ君はシングル、うん、絶のアーシャ。
違いですね。実の歯じゃなくて覚えてます全然覚えてないんだけど。で僕はですね、あの代々木の駐車場で撮った写真ですね、あの銀の、はい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 。でウルハ君が13周年の時のコテコテ感が良かったって感じですね。で、葵さん全部完結だねすごい全部でいい。でもね、俺ね、後で思ったけどボルテックスがいいねあはい、2週またいでんのこれ、はい、2週またいでの本当の答え、はい、新着情報ですね新着情報で言ったら葵さんはボルテックスの人だったからそうでした、よかったよかった、はい、新情報でね、新情報これずっと今まで全部って言われてるお今ね飛行機が来ましたねそろそろ帰りの時間ですか、はい、じゃあカイ君、俺はですね一番漏れてるでしょ、自分の中で漏れてるって漏れてる、気に入ってる、あこれ言えてんなっていうね、ドグマ、おドグマの愛車、あドグマ、うん、へはいえそうだよ、ね、昔とかもだよ、そうだよね、いや昔の愛車自分実はあんま好きじゃないんですよ俺自分、本当かよ、昔の本当昔の自分のこれ昔のやつちょっと Google で検索してほしいんですけどいつぐらいからかな、一時期ねカイ君あの組んだ時ってすごくカイ君ですごくなんかちょっとダークな感じのイメージだったんですけど、途中からねなんか前髪とかをパッツンにしたりしてなんか合わせとこもなんかちょっと口膨らませたりちょっと何考えてるんだ、ちょっとペロッと舌出したりとかさしてねえよ、メイクさんとかにもさなんか頬にちょっとチーク入れてちょっとあの目頭白くしといてみたいなその辺じゃないと、その辺じゃない、その辺はね好きじゃないんですよ、ドグマですね、ドグマいいっすね、なるほど、はい、なんかすいませんね、なんかちょっとあんま面白くないすいませんすいません、はい、じゃあその引き続き、はい、あれを行きましょう、じゃあ質問いきますか、質問いきましょう、俺言っていいですか、じゃあはい、リングネームナミさん、こんばんは、お疲れ様です、はい、先日、ルキさんたちが飛行機に乗り遅れたようで心配しました、そのあたりのことを詳しく教えてくださいっていう、あったね、言っちゃいます、はい、これですね、はい、あのこれ、まあ、ヒューストントランジット事件でもそうですけど、あのまあどうだっけあれ、あれはね、ダラス、違う、トロント、トロントとか、トロント、うん、いや違う、ダラスで、ね、ダラスからトロントじゃなかった、まあ、そうダラスからトロント、ダラスからトロントに行く時の、まあ、ダラスの空港ですね、そうです、空港でですね、まあ、うん、結構ギリギリだったんだよね、そう結構なギリギリの時間で、まあ行って、うん、まあそれでも着いた時にまだ1時間ちょいあったのかな、うんうん、それで荷物預けて、じゃああっち行って、先行っててくれみたいな、メンバー先行っててくれみたいな感じで、うん、あの時は草加くんと、うん、マネージャーと、で、残ってたんだよね、うん、まだ最後の荷物があったから、で俺らの後ろにいるはずだったのに、気づいたら中にいてもそう、うん、だからどっちかっていうと後ろは並んでる時、後ろにいるやつやらやばくね大丈夫乗れないんじゃないの、間に合わないでしょこれやばいっしょって言ってたんだけど、うん、一番ケツが俺らだったっていう気づいたら、うん、でギリギリね飛行機がまだあのこうまだドッキングしてる時乗るところが、うん、でまだ行けるまだ行けるって言って草加くんがこうプリーズプリーズって言ってなんとかこうあ行けるのかなっていう空気感が漂った時に、うん、ちょうどこうガチャンってこう外れてね、うん、飛行機からああもう無理だこれみたいな、うん、まあそういうことが、でその後すぐ成田行きのねチケット探して今ちょっと成田からお送りしてるわけですいや俺ハンドあんなことあんだなと思いますよ、ね、初めてだったからね、あの時は1時間2時間いや2時間ぐらい待ったっ、ね、ていうかまあいろいろありましたけど、海外ツアー来てからもなんかね、うん、こうその何ですかライブがなくなっちゃったりとか、うん、まあありましたけど、うんうん、でこう飛行機に乗れなくなるなんてことは想像してなかったから、待ってくれないんだもんね、うん、ね、海外の飛行機は待ってくれないんだ、待ってくれない、うん、とりあえず飲み物買いに行きましょう飯食ってあの待ってる間何してたんですか、いやもういやその次の飛行機が1時にあるって言ったからまだ良かったけど、本当は5時とか言われてて、5時って言われてで5時間ぐらい待たなきゃいけなかったんだけど、あまあなんとかなんとかありましたから行きましたよ、よかったですね、まああれ並ぶとこ間違えてたんですよね、多分そう、いや一番、いや、うん、間違ってたっていうか一番混んでるところに並んじゃった、うん、ああなるほど、そう、うん、だからまあ今でもムカついてます今でもムカついてはいます
はい、次行っちゃってください。次いどうぞ、行きますよこれ。はい、はい、リングネーム長谷川里奈さん、ルクさん、カイさん、こんばんは。こんばんは。今回の募集テーマが海外ということで早速質問です。日本でも海外でも、カイさんはそっちの方に人気があるようなのですが、そっちっていうのは多分そういうことですね、はい、そっちですね。実感することはありますか。ちなみに私の知り合いのいわゆる2丁目の方も解散落ちですって書いてあるんですけど、いわゆるあのそっちの方、そっちですね、そっちの方どう、俺あんまり言われたことないんだ、ガチムチパワフル、そうそうそう、あんまり言われたことないんだ逆に。なるほど。俺は本人としてね、あ、うん、僕全然実感ないんだけど。意外っすね。意外っすの、うん、絶対レーダーかと思ってたよね、うん、こういうのは。そう、日本でもつのはまだ置いといたとしても、海外でもそっちの方に人気あるっていうのはどうなんでしょう。へえ、なんか自覚あるの。全くない全くないけど、うん、なんだろうな、どう反応していいのかなっていう、目の前に来たら。でもさ、来られたらウェルカムなわけなんでしょ。もちろん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 すごいな。一日勝つよ。いやー、勝ちますよ。だからまあ いますからね、そっちというか、まあ、そっちっていうそっちっていう言い方がちょっとあれだと思いますけど、あっちですよね。あっちそっちだったりあっちだったり、うん、でも人気あるんでしょうね。なんだろう、なんだろうな、あの体育会系が好きっていうじゃないですか、うん、よく、うん、はいはいはい、だからかな。そんな体育会系じゃなくない、これ。うん、確かに体育会系なのは、一番体育会系なのは多分レータなわけ。うん、レータも好かれる。青井くんも結構体育会系なわけ、うん、体格的には。うん、なんで俺なんだろうっていうところはあるけどね。うん、別に嫌じゃないですよ、うん、嫌じゃないですよ、ほんと貸すし。募集してる。いや、今日更新された情報が多いですね。リーダーではなく、手当も知らずにもらってる。しかもそっちもいけると。すごいですね。なるほど。なるほどね。まあでもよく来ますよね、このビジュアル系なんで。うん、なんかまあメイクをしてるってだけで、はい、まあ俺も言われますね、よく。ネイルとかしてるじゃないですか。はいはいはい。だから、He's gay とかって言われますんで。へ、あ、メイクしてるだけで言われます、言われます。へ、よくありますよ、インスタとかで、コメントとかで、ビッチとか。うん、でもほら、ルックはほら、最新のアヤシャがもう、未亡人だからさ。あ、確かに確かに。うん、まあね、そんなのもありますから。だから俺みたいな、なんかちょっとそっち系、そっち系じゃねえか、あの、なんでこう、男らしい感じの、あの、服装じゃない人はあんまり違くて、なんつうの、あえてストールとか巻いちゃう感じ、裸にストールとか巻いちゃってる感じがあれなんじゃないですか。確かに、ね、やっぱ好まれるんだと思いますよ。俺も気づいてないだけで、本当はね、あんのかもしれない、そっちの方が。これもうリスナーの人もいるかもしれないから。あ、そね、うん、あの、そっちの方、ちょっと、どうなのか。ぜひ、コメントくださいという。はい。大丈夫なんでしょうか、このラジオは。大丈夫、大丈夫じゃないですか。大丈夫です。これコメントみたいになってる。すいませんね、これ。なんだ、なんだ、うん、もうちょっとなんか。でもなんか、あれですね、感想見てると皆さん楽しそうで、うん、楽しく聞いてくれてそうでいいんですけど。あ、そうなんですか。うん、これが全部同じ人じゃないことを願います。みんな同じこと言ってる。うん、実はね、蓋開いたら聞いてる人あんまりいないみたいな。うん、まあ、はい、聞いてください、ぜひ。こんなラジオなんですけど。はい。はい、聞いてください。というわけで、まあ、ここでもう一発、はい、この質問などのメールとかのやつを読んでもいいですか。うん、どうぞ。はい、ですね、メールは、ラジガゼアットインターフェム .jp、もう一回言います。はい。はい、メールは、ラジガゼアットマークインターフェム .jp です、うん。ツイッターはですね、ハッシュタグをつけてもらって、ラジガゼ897、シャープラジガゼ897、ラジガゼはカタカナでつぶやいてください。はい。お願いします。ますここでもう一曲いきたいと思います。はい、ですね、まあ、これ、ライブの、うん、ガンズを流してるんですが、ブックセレクトですね、これ。そうですね、はい、いつもアンコールが終わって皆さんが帰るときに、うん、流してる曲、まあ、うん、気候的にもいいかなと思ったんで、うん、セレクトしてみました。はい、聞いてください、スキットローでブレイキングダウン。はい、聞いていただいたのはスキットローでブレイキングダウンでした。はい、はい、今夜のラジガゼ、今夜はルキとカイで
お送りしております、はい、in サンフランシスコというわけで、はい、今ライブ前なんですけど、うん、ちょっと喉が痛いですね。誰だって喋りすぎだって喋りすぎなんですけどね。はい、これいつもあのスタジオでやってるんでわかんないんですけど、うん、これラジオが成立してるかどうかなどは、置いといて置いといて、まあゆるくいきましょう。あんまり行き過ぎるとね、うん、これやっちゃうんで。これこのなんだなんだこれ収録してんじゃん、うん、収録して今これリバーブとかディレイとかかってないんだけど、うん、あのインターの人が やってくれるから。ああなるほどね、はいはい、ウルハウルハウルハみたいな伸びてくれるから。はいはいはい、なるほどね。そうやってるんで、じゃあまあ最後にというか、あ、まあ、時間も迫ってきましたので、はい、リングネームはずきさん、はい、海外ツアーお疲れ様です、うん、質問ですが、海外にいるからこそ感じる日本の良さ、また日本も海外に見習ってこうすればいいなと、思うことはありますかと。なるほど、うん、あのまあ両方だね、日本の良さと、うん、言ったように海外のこういうとこもっと日本真似すりゃいいのにみたいな、ありますかね。まあどっちも良さがありますからね、うん、って言っちゃったらまあ話終わっちゃうんで。どうだろうな、どうかな。でも日本の良さは、うん、設備がしっかりしすぎ、良くも悪くも、いや良くもね。悪く、設備が良すぎて悪くもって。サービスがね、全然いいですよね。まあ今日もこの会場とかもそうなんですけど、ニューヨークであらかじめ照明の数を聞いてたんですよ。うんうん、で、そしたらですね、まあムービングっていうの、レーザーっぽいやつですね。うん、あれが、まあ、初コアルと。初コアルと言われてたんですよ。うん、したら、まあ着いたら、4つしかない。4つしかない。あんだけ確認したのに、4つしかないって言って、うん、さっき草加さんが切れてました。うん。うん。だまあ、そういうことだよね。だから日本って、こう、何でも揃っちゃってるから、うん、だね、さっき良くも悪くもって言ったのは、その、気持ちの面で強くなれないんですよ。あ、それはあるかもね。確かに。なんか、ずーっと日本にいて、とどまって、こう、いざ一歩外出てみると、うん、もう、身動き取れない自分がどうしてもいちゃうみたいな。ああ、分かる分かる。それはね、良くないなぁと思うんですよ。確かに、だからね、ほら、日本ってクレームの人多いじゃないですか、やっぱり。まあ、ね、うん、上から下まで多いでしょう、うん。だから、でも、海外でそんなこと言ってたら、うん、生きていけないですから。本当本当本当ほに。デッドアライブだから。言っていいんだったら、もう全てに対して言ってるね、うんうんうん。なんで俺がここにいるんだってことになってしまうん。けど、もう本当確かにそりゃそうだよ。そう。強くなれるかもしれないですね。だから、ある程度ラフでいいんじゃ、うん、ラフの方がいいかもしれない。だってシャワーだって、出ないですよ。出ない。今日、もうビービールから。今日、二つ割れましたよね、うん、シャワーの口。二つあった。そう。下の方出ました？出ないっす。出ないっすよね、俺も出ない。上の方の、なんかこれ、シャワーじゃないよね、これって思ったやつがあるんですよ。二つなぜかついてるんです、シャワーの普通のノズルがついてるやつと、うん、何ですか、この、カメラのような形した、じょうろみたいなやつが出てるんですよ。でっかいじょうろみたいな。でも、この、取っ手のこのひねりが、うん、なんかこう、グッと押しても、回しても、そこからしか出ないんですよ。俺、そのせいで今日俺、部屋着濡れましたからね。ビシャーって。まさかそこから出てくると思わないからね。そんなのばっかですよ。とか壁についてんだ。壁につ、上についてるんですけど、2個ついてるの。普通のシャワーノズルと、そのジョーロみたいなもの。そう、うん。俺らノズルしかついてるもんね。ああ、いいな。いいな。そっちの方がいいけど。まあ、こっちから出ると思うじゃない、うん、出ないんですよ、そっから。あと、ほら、日本だと風呂溜めたらさ、うん、ある程度の位置までやったらさ、吸い込むじゃん。うん、吸い込みませんから、全然。全く。どんないいホテルでも吸い込ませんもう、びちゃびちゃよ。ですよ。だから、もう本当に、見習ってほしいところ、って言われるって難しいですけど。まあ、でも、まあ、違うからこそ得られるものがあるから、まあまあまあ、いいとは思うんだ、別に日本は日本で今のスタイルのままでいいんだけど、やっぱ外出てみないと分かんないことがいっぱいあるから、経験した方がいいかなと思う、うん、日本だけじゃなくてね、とどまるんじゃなくて、うん、国にもよりますね。でも国にもよりハワイとかだったらもうほら日本人の観光客も多いから、確かに全然大丈夫なんだけど、まあね、その南米の方行っちゃうと思い切って行ってみるとかね、うん、南米の方大変だったな、本当に。もうだから
平気でね、うん、あの飛行機がね、なくなったりした時も対応してくれませんから全く対応してくれないから、日本だったらほらね、すいませんでしたみたいな感じでさ、うん、日本でだって検査場でね、時間取られて飛行機に乗れなかったって言ったらすげえクレームの嵐、クレームの嵐、ね、普通じゃないんですよこれが。でも海外だったら言っちゃダメ的な空気で出ますからね、言ったところで何も覆らないからみたいな、うん、そう、それは草田さんもだってプリーズって言いますよ、言います言います、うん、だからぜひ行く人は ね、まあ心してというのもあれですけど、大きな気持ちを持って、うん、心を持って海外に飛び出してほしいなと思います、うん、思います。今夜はサンフランシスコの、晴れた空の下からお送りしてきました。どうでしたか感想は。いやー、まあ、まあ初めてだったんでね僕はあれなんですけど、うん、面白いですねこのラジオ、うん、これはね、あの続けていきたいですよ。なるほど、じゃあ次週はじゃあカイ君やってください。ぜひやります、やります、やります、うん、はい、なんか話によると、うん、次週ぐらいから、メインパーソナリティを立てようじゃないかと。おーおーおー、おー、まあ、ラジオとしてですね、はいはい、あのちょっともうちょっとビシッとするじゃないかと思ったので、レータさん希望だと、レータさん希望だと、レータさん希望だといないから俺にやらせろと俺が回してやると彼いや彼やりたそうだからね結構やっぱね、うん、B 型はやっちゃダメですよ。ダメダメダメ、うん、あっち行ったりこっち行ったりするんで、うん、つかないから俺らはやっぱりゲスト枠の方がいいかなと思いますので、じゃあ来週からねメインパーソナリティレータでお送りすることを願っています、うん本当にもう皆さんねありがとうございます。こんな夜中にあのね、うん、こう眠く、もう眠くて一回仮眠してからみんな聞いてもらえるなのでね、ぜひこの皆さん聞いてもらえるようになったら、うん、もしかしたら、うん、インターフォンの方がゴールデンに進出だと、ね、言えないことも増えてきちゃうんだよね。そうでもどうだろう、そんなもんないの、関係ないですよ、関係ないんだ、大丈夫ですから、言えないこと言ってませんから僕たちはい、はいはい、こんな感じでお送りまたしていきたいと思います。はい、はい、まあそんな感じで今日はマレットのボーカルのルキとカイでお送りいたしました。また来週、また来週、バイバイ。